マスこんにちは。今日はプロテインについてお話したいと思います。動画を編集していたらどうしてもプロテインに関しては長くなってしまいそうなので、動画を2つに分けることにしました。今回はプロテインとは何か、プロテインの性質ですとかタンパク質について説明したいと思います。次回はプロテインの種類、それからその用途、特徴などをご説明したいと思います。トレーニングしているとやっぱりプロテインとか飲んでるんでしょとか、プロテイン飲んだらムキムキになるんでしょ、そんなことを聞かれることがありますが、プロテインって何なんでしょうか。プロテイン、英語でタンパク質という意味ですが、もともとはギリシャ語でプロテウス、最も大切なものという意味の言葉から来ています。なぜ最も大切なのか、タンパク質がどうして体にとって最も大切かというと、体を構成しているものをほとんどがタンパク質でできているからです。もちろんこの体、筋肉もタンパク質でできますし、爪とか髪とかそういうものもタンパク質、アミノ酸から構成されています。それからホルモンもタンパク質でできているホルモンがありますし、体に必要なコラーゲン、これもタンパク質からできています。タンパク質っていうのは細かく分解していくとアミノ酸になりますが、アミノ酸がいくつか固まったものがタンパク質です。もちろんタンパク質を取ろうと思ったら肉とか魚とかそういうものを食べればタンパク質は取れますが、タンパク質を食べ物から取ろうと思うと、それを細かく分解してまたアミノ酸とかにして、体の中、血液中にこの栄養素が流れ出して体の中を満たすにはかなり時間がかかります。消化、吸収の時間がかかります。一方でプロテイン、こういったプロテインは水などに溶かして飲むものですが、一番のメリットは吸収の速さにあります。普通の肉とかでタンパク質を体に取り入れようとすると、だいたい消化吸収で2時間から3時間ぐらいかかります。それ人によって違いますが、少なくとも2時間ぐらいはかかると思います。一方でこのプロテイン、プロテインは飲むことによって大体60分、1時間で血中のアミノ酸濃度がかなり高い状態に持っていくことができます。その短時間で体に吸収されるっていうところが一番のメリットです。トレーニングなどをすると筋肉は疲労します。筋肉が疲労すると、それを回復する必要があります。回復するためにはアミノ酸やタンパク質が必要になりますが、このアミノ酸やタンパク質が血中に足りていないと筋肉を分解して、そこから栄養を取ろうと体はしてしまいます。そうなってしまうと筋肉、トレーニングしたので筋肉を分解して筋肉が減ってしまうことになるので、タンパク質を素早く補給する必要があります。そのためになるべく早く体の中、血中にアミノ酸やタンパク質が充満している必要があります。だいたい60分ぐらいで血中のアミノ酸濃度が高いレベルにできるので、トレーニング1時間前などにプロテインを1回飲んでおいて、トレーニング中にそれが吸収されていくことによって血中のアミノ酸濃度を高い状態でトレーニングを終えることができます。ということは、トレーニングで疲労した筋肉に必要な栄養素、それが血中に、トレーニング終わった時点でもうすでに体の中にあるということは、素早く回復できますから筋肉が減ることはありません。で、修復が早く進むので筋肉が増えやすくなります。で、かつ終わってから、トレーニング終わってからまたプロテインを取ることによって、また素早く栄養が吸収されていく。トレーニングの前後、トレーニング中、その期間、長い間血中のアミノ酸濃度を高く維持できます。トレーニング終わってすぐたくさん肉を取ればいいじゃないかっていう風に考える人もいますが、トレーニング後っていうのは食欲は落ちるものですし、食べた後消化吸収にまた時間がかかります。なので、素早い栄養補給ができないため、食事でタンパク質を摂るよりもプロテインの摂った方が効率がいいですよっていうことで、プロテインは重要視されます。じゃあプロテインは飲めば飲むだけいいのかっていうと、そういうわけでもありません。プロテイン自体タンパク質なので、摂りすぎることによってタンパク質が過剰に体の中に入ってきます。タンパク質もですね、炭水化物と同じようにたくさん摂りすぎると
体の中に必要以上にその成分が入ってくると余剰分は脂肪として体に蓄えようとされます。それがたくさんタンパク質を取った時のデメリットの一つですが、まだデメリットはあります。タンパク質っていうのは炭素、水素、酸素、窒素、この4つの元素で成り立っています。元素記号でいうと炭素が C、 酸素が O、 水素が H、 窒素が M、 硫黄が S ですが、分解されるとこうなります。これを見てみると窒素と硫黄っていうのは残ってしまいます。この余剰に残ったものっていうのは体の中にとっては老廃物として体から出そうとされますが、タンパク質をたくさん摂ることによってこの老廃物がたくさん体から出ることになります。この老廃物 S、 硫黄っていうのは分解過程でアンモニアになります。アンモニアがたくさん体にできるっていうことはアンモニア、匂いがきつくなります。なので、プロテインを摂りすぎることによって体が臭くなる、体臭が臭くなったり便や尿が臭くなってしまうっていうことは十分にあります。なので摂りすぎには注意した方がいいと思います。それからタンパク質をたくさん摂ることによってそういったアンモニアなどを分解する内臓が非常に忙しく働かないといけなくなるので、その内臓を痛めてしまう可能性もあります。なのでそういったリスクを回避するために摂りすぎっていうのは十分に注意する必要があります。そんな感じでプロテインやタンパク質の摂りすぎはデメリットもあるんですが、一方でメリットもあります。人間、物を食べて消化吸収するときはエネルギーを使います。その代謝の過程で起こる熱産生のことを食事誘発性熱産生と言います。一般的なフィットネスの業界では DIT、 英語で表現されることがありますが、炭水化物を取ったときそれを代謝する際に発生する熱産生は 5% と言われています。脂質は 4%、それに対してタンパク質は約 30% というふうに言われています。なのでタンパク質をたくさん摂ることによって代謝するのに 30% カロリーが使われます。摂ったカロリーに対して消費するカロリーも高くなるという特徴があります。プロテインダイエット、プロテインを食事と置き換えるダイエットなんかは実は結構理にかなってます。タンパク質が多いプロテインを摂ることによって高い熱産生を発生することができますし、かつプロテインっていうのは非常に満腹感を得やすいというデータが出ているそうです。なのでプロテインダイエットは非常に効率がいいようです。やりすぎは良くないと思いますし、一生続けれるものではないですが、一時的にすごく痩せる必要がある場合、体重を落としたい場合などは活用してみる価値はあると思います。それからですね、たくさんタンパク質を摂ることによってアミノ酸が体の中に余ってしまいます。この余ったアミノ酸っていうのは別のアミノ酸に変換されて体の中で改めて利用されるように体は働こうとします。その際に必要なのがビタミン B6 になります。なのでトレーニングをしている人なんかはビタミン B6 よく摂っている人が多いですが、余ったアミノ酸が体で有効活用されるので摂る人が多いようです。なのでタンパク質をたくさん摂る場合はビタミン B6 必須だと思います。どのぐらい摂ればいいのかですね。基本的にはこのプロテイン、市販されているプロテインの1回分の容量を1回摂るぐらいでは絶対に過剰に摂ることにはなりません。で、大体その人の体重によって1日に摂取するタンパク質の量を調節する必要がありますが、ハードにトレーニングをしている人やスポーツ選手なんかは体重 1kg に対し 2.2 から 2.5g ぐらいのタンパク質を摂取するのが望ましいと思います。例えば体重 50kg のスポーツ選手が体重 1kg に対し 2.5g のタンパク質を摂取するとすると、1日に必要なタンパク質量は 125g になります。それを一気に摂るのではなくて1日を通して 125g 摂る必要があるので、食事で摂ったタンパク質の量プラスプロテインでその足りない部分を補ってやる、そういう摂り方になります。なので国産のプロテインであれば1回分のタンパク質量がだいたい 20g 前後だと思います。なので例えば全部その 125g を
プロテインで摂るとすると大体1日6杯摂らないといけませんが、そんなにプロテインだけで摂る人はいないと思うので、食事からのタンパク質その差し引きでプロテイン量を調整するといいと思います。1日に必要なタンパク質量っていうのは人それぞれですが、トレーニングをハードに行っている場合は体重1キロに対し 2.2 から 2.5 グラムぐらい摂るとして、一般的な人であれば 1.5 から 2.8 ぐらいだと思います。これは遺伝子検査をしなければ正確なところは分かりませんが、遺伝子的に筋肉がつきにくい人、タンパク質の分解が早い人っていうのは存在します。僕のクライアントの方にも結構いらっしゃって、遺伝子検査をした結果タンパク質の分解が早いというタイプの人にとってはタンパク質を普通の人よりもたくさん摂る必要があります。筋肉をつけよう、筋肉を維持しようする場合はタンパク質を普通の人よりも多く摂らないと自分の理想とする体に近づくことは難しくなってきます。そういう方にとっては特にプロテインというのは重要になってくると思います。もしですね、調べていなくても自分の体感的に自分筋肉つきにくいんじゃないかな、トレーニングしてもなかなか筋肉つかないなっていう人は、トレーニングの内容が悪くないのであればタンパク質が足りていない、タンパク質の分解が早い体質の場合があるので、ちょっとタンパク質プロテインなどで摂る量を増やして様子を見てみるのもいいと思います。はい、タンパク質の必要量はその人の運動などによるストレスの具合で1日に必要な量っていうのは変わってきます。なのでハードにトレーニングをする人、それからアスリートなどは本当にタンパク質の量を多く摂る必要があります。体重1キロに対して、2g 以上は必ず摂るようにした方が、体の回復も早いですし体の変化も大きく見られると思います。ぜひプロテイン試してみてください。